したの。ふるさとの猫の森から、お元気ですか。もう10年も帰らないので心配してます。思い出すなんてしたくないの。寂しいのは嫌だから、寂しくなったら電話をかけて、あの人と二人街を歩くわ。猫の森には帰れない、ここでいい人見つけたから。猫の森には帰れない、なくした夢は戻らない。
墨で塗りつぶしたような真っ黒な闇の中、川の水だけがかすかに光りながら流れている。ここはいくつ目の夢の中？ここは夢の終点、あなたの夢の一番底です。ここから先にもう夢はありません。夢の底？それじゃ私ここからどこへ行けばいいの？川をご覧なさい。おかしな川ね。水が低い方から高い方へ流れているわ。川に沿ってこの道を降りて行ってみましょう。他に道はないようです。川の源まで行けばもっと先へ行く道が見つかるかもしれません。川の源、川の一番低いところ、そこに一体何があるのかしら。降りてくださいよ。こんなところで降りなくてはいけないでしょうか。だってあんたは山猫でしょ。でもこの車のどこにも山猫お断りとは書いてなかったですよ。それはそうだけど、お金を払えば山猫だろうと誰だろうと同じじゃありませんか。それはそうだけど、うん、いいです、お送りしますよ。どうもすいませんね。どうもどうも。
ならさ、思いがけない出来事に止まることない、あの子の涙、できることなら止まっておくれ、霞んで見えないあの子の前には、幾万もの想いが風に吹かれて、これが本当のさよなら、自分で吹いて行こう。
ゃない今さ。雨の日には濡れてゆこう。傷は舐めてな細い。Thank you.
猫猫電話猫の顔猫猫電話かけてみよう誰にかかるかわからないもしもし誰ですかもしもしクジラです南の海でぷかぷか浮いてます遊びに来てくださいそれではさようなら猫猫電話猫の顔猫猫電話かけてみよう誰にかかるかわからないもしもし誰ですかもしもしサンタです今日はちょっと寒いので大きなじゃがいものシチューを食べてますそれではさようなら猫猫電話猫の顔猫猫電話かけてみよう誰にかかるかわからないもしもし誰ですかもしもし子猫です散歩に出かけたらパン屋のお姉さんジャムパンくれましたあんパンくれましたミルクもくれましたそれではさようなら猫呼び何もしない
広い広い